ハコルは、エジプト第29王朝のファラオ。ネフェリテス一世が没すると、後継を、専王のこと、プサムティストが争うが、王朝を起こしたのは両者を倒した、ハコルだった。王権を正当化するために自らを、ネフェリテス一世の孫と詐称するとともに子にも、ネフェリテスと名付け、さらには、記念碑を建ててその旨を記している。 ハコルがエジプトを支配したのはわずか14年だが、その知性はファラオが不信を命じた幾多の建造物に彩られている。また先達の王たちが建ててきた遺跡の大規模な修復も手掛けている。支配者となって間もなく、ハコルは自らの上に立つアッケメネス・アッサ、ペルシア帝国の王に反旗を翻した。アルタクセルクセス2世は紀元前386年に、 ペルシアに逆らわないという条件のもと、ギリシア本土の都市国家に自治権を与えるとともに小アジアとキプロスをエジプトに委ねて勢力図を安定させようとした。コリントス戦争が終わると、ペルシアの手はエジプトに伸びたが、海軍の整備を進め、ギリシア人の傭兵を徴用するなどして力を蓄えていたエジプトは、紀元前353年から3年間、 大国を相手に逆襲を試みている。ハコルは、紀元前380年に亡くなり、ネフェリテス2世が後を継いだ。しかし1年と経たずに、ネフェリテス2世は、ネクタネボ1世に倒され、王朝は断絶した。ありがとうございます。